ははいこんにちは、えー、今日はね、えー、バンフォーレ甲府とウルサンの試合をねちょっと振り返っていきたいなと思いますはいまあね結果は3対0と、えー、ウルサン勝利で終わったんですけどね、えー、K リーグチャンピオン、ウルサンさすがだなというね展開が終始続くゲームでしたねはいまあ、ねあのー、甲府のの方も、ねえー、ゴール前でのねあの連係だったりだとか、えー、ビッグチャンスはね結構あったと思うんですけど、えー、0点、ここがね本当に痛かったなというね あの展開だったんですけどうんまあねこれはもう結果出てしまってるんでしょうがないなというね感じなんですけどはいもうちょっとねウルさんの強度が違いましたねうん、まあ、あのパススピードにしろ走力にしろ球際にしろちょっとねレベルが1つ2つ上だなともう完全に格上相手にこうゲームをしてるなっていうねそんなあの印象をね強く持ちましたはいでね あのー、セカンドレグが、えー、今月の2月の21日国立競技場でね行われるということでもうねあのー、バンフォーレ甲府、まあ、正直ね、ね J2 チームではあるんですけど本当 J1 にいてもねおかしくないようなチームだと思いますし、まあ、過去にね、えー、入れ替えを繰り返してね、えー、今はね まあ、あのたまたま J2 にいるという、ね、現状かもしれないですけど本当に、ね、日本の,の J2 から、ね、あのアジアで戦うということはです、ね、本当に誇らしいことだと思いますしあの日本国民にも、ね、あの YouTube での、ね、コメント欄とかすごく、ね、あの他のチームから応援されているというか、ね、あの本当にいいチームなんだなと。えー そういうい印象を受けまましたね、うんまあ、ねあ調子が良かっただけにね、あのー、もう少しね点差を詰めたかったですね、えー、3対0ですか、うん、まあ、次はねね、えー、ちょっと、ね、大量得点で巻き返さないといけないというねちょっと非常に厳しいゲームになってしまうんですが、まあね、ここは応援するしかないですから。はい 当然ね。そのあのアジアのトップチームとね。あの試合をするっていうね。それで j リーグの開幕も迎えられるということでね。甲府にとってはね。ものすごいいい経験をしてるんだなとね。思ってね。ぜひね。あの僕も甲府を応援してるので、えー、ちょっとね。頑張っていただきたいですね。はい。で、僕ね。あの新潟在住でアルビレックスを応援してるんですけど、あのー、まあ、甲府から。 長谷川本樹選手がね新潟に移籍したというのでね、えー、ちょっとね攻撃でのクオリティが少しね、まあ、長谷川元樹がいたらっていうねシーンもいくつかねありましたね。うん、もうこれはねこうサポーターが一番思っていた、ね、あのことだと思うんですがそれでねあの長谷川元樹が新潟に来るということでねもうぜひねあの大活躍を。 収めて欲しいです、ねはい、まあ3対0ですからねもう僕的にはね3対1ぐらいでもねあの全然締めれる試合だと思っていたのでもうあの決定機がね本当豊にしろね本当もったいなかったですねあれポストに弾かれたりねあのオフサイドだったりだとかね、まあ、うまくいけばあの2対3でねあの希望をつなげられたゲームだったかなと。 ちょっとね。あの少しのね。あのー、なんだろうな。まあ、var も導入されてますし。しまあ、そこはね。あのルールですからちょっとね。あのー、あれですけど。いや、でもね。でもよくやったと思います。本当にうんこゲームでしたね。はい。まあ21日ね。あのまた皆さんで応援してま甲、あ、府ならね。もう全然ありますから。 序盤からガンガン攻めてねもう次ホームですからね何失点してもいいからもうね何点でも奪いに行くっていうねそういったね本当熱いゲームをぜひ、あのー、楽しみにしておりますはい、えー、引き続きね21日も興奮、えー、ちょっと応援しているので楽しみにさせてくださいはい頑張っていきましょうアディオス